ブレーデン、アレクシップリーは、アメリカ合衆国オーレゴン州ジャクソン軍、メドフォード出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント、ウトウミギウチ。2013年の MLB ドラフト一巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。この年は、参加の A-9、ヒルズボロホップスで、プロデビュー。A 級、サウスベンドシルバーホークスでもプレイし、 2球団合計で12試合に先発登板して0、勝3敗、防御率4.99,40奪三振を記録した。2014年は、A 級、サウスベンド、A 級バイセイディアローハイド、AA 級、モービル・ベイ・ベアーズでプレーし、3球団合計で22試合に先発登板して7勝8敗、防御率3.86,127奪三振を記録した。 2015年は AQ モービルでプレーし、28試合に登板して9勝11敗、防御率3.50、118奪三振を記録した。2016年は開幕をトリプル A 級離の A シズで迎え、19試合に先発登板して8勝5敗、防御率3.70、77奪三振を記録した。7月25日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りし、同日のミルウォーキーブルワーズ戦で先発して、メジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に登板して4勝5敗、防御率5.27、43奪三振を記録した。2018年11月20日に40人枠外となった。2019年オフの11月4日に FA となった。2019年12月17日に、 カンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大によりマイナーリーグが開催されなかったため、公式戦に出場することなく8月31日に自由契約となった。2021年2月10日にシ新シナキレッツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕後は、トリプル A 級、ルイビルバッツに配属されたが、18試合に登板し1勝5敗、防御率7.07の成績に終わり、7月7日に自由契約となった。2021年7月21日に、メキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約した。3試合に登板し0勝2敗。 防御率8.38の成績に終わり、8月7日に自由契約となった。ありがとうございます。